こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、はい、アニマギア第6弾です。12月14日に発売されたんですけども、まあ、僕の住んでる地域ではね、まあほぼ月曜日に入ることはないんですけどもまあなので火曜日に探しに行ってですね、まあ売ってましたが、これだけがなかった。こちらね、桜ギア、まあ、今回初登場の女性型の人間型アニマギアなんですけども、まあ、なんでこれだけなかったかというと、このね、ペンギオスギガトプス桜ギア Z、 これは、ワンボックスに2個ずつ入ってるんですね。でこのレオスが3個で桜ギアが1個というね、まあ、俗に言う鬼畜アソートというやつですね。はい、このアソートのバランスで入れられてたんで、もう桜ギアがねレア化してしまいまして、まあ、なんでそんなことをするんですかね。本当に分かってると思うんですけども、この1個にしたら、まあ、レア化してしまって、まあ転売屋がね飛びつくような感じになってしまうというのをね、バンダイさんは学習していただきたいと思います。そしてこの桜ギアと桜ギア Z はね、新登場なんで、まあ、注目されて、まあ、桜ギアはまずね真っ先になくなっていて、まあ、桜ギア Z も、まあその珍しさから、まあ、こちらもね人気になってなくなっていってるという感じですね。でこの下のね黒っぽい3種がダダ余りになって畑になっているというね、お菓子売り場ではそんな惨状になっておりました。なので今回はね、この桜ギアと桜ギア Z にね完全にかき回されているような状況で、まあこの桜ギアを見つけるまで僕は、まあ、1週間ぐらいかかりましたね。まあ、たまたま1個だけあるのを見つけてですね、まあ、4つはこれ一緒に買えたんですけど、これだけね発売から1週間後ぐらいに入手したという感じですね。はい、なのでこれが揃うまではちょっとレビューはやらないでおこうと思ったので、まあ、僕アニマギアに関しては全部ね集めているので、これだけ抜けているとなるとねモチベーションも上がらないので全部揃うまではちょっとレビューはやめておこうと思ったのでやっとこれでレビューができます。はい、そして今回ですね、まあ、新しいのがいっぱいで、やっぱりねこのストーリー的にもキャラクター的にもね把握しておかないとなと思ったので、ちょっと今回はねこちらのアニマギアの公式ホームページの方を見てですね、キャラクターを一人ずつ把握してですね、それから次回の動画で組み立てレビューを開始していきたいと思います。はい、まずはねこの1番のレオスから見ていきたいと思います。はい、このレオスは、正式名称オニキスリベンジということなんで、まあ、オニキスというと、ガレオストライカーオニキスですね、バーサークソウルの方のこれがパワーアップしたような感じですかね。まあ、アニマギアの方にもねいろいろと新しい用語とかもね出てきて、第二世代型とかね、あとまあエンペラーギアとかいうのがね、まあ、普通に言葉として飛び交っているんですけども、まあ、その辺もまたこの後出てくると思いますが、はい、そしてこちらユナイトペンギオス、まあこれ合体前ですけども、5体のペンギンが合体することによって誕生する皇帝ペンギン型アニマギア、はい、でこれはですね、まあ、この絵が対エンペラーギア用に開発したアニマギアって書いてありますけども、まあ、キャンディースタッフブログの方にこれは詳しく載っていて、前にあったユニコンライギアス、あちらをですねコノエさんが解析してそこから作っているということが書かれてましたね。まあ、対エンペラーギアということでね、この皇帝ペンギンの皇帝はこのエンペラーという言葉が当てはまるので、こちらもねエンペラーギアになるということですね。そして合体したものがこのユナイトペンギオス、通称ペンギオスですね。はい、こちらもめちゃめちゃかっこいいですね。5体の小型ペンギンが合体することによって誕生する皇帝ペンギン型アニマギア。あ、これじゃあ同じですね、文章がね。はい、そして、タンカーギガトプス、通称ギガトプスですね。トリケラトプス型のアニマギア。はい、こちらはタンク型に変形しますね。はい、そして、桜ギアですね。ある経緯により
もみじさくらの体から思考回路のみが移行されている特殊なアニマギア、ストーリーに出てくるさくらの思考回路がこちらにね移されてアニマギアとなっているわけですね。両腕の武器はデュアライズカブトシリーズと同型の剣が装備されているとかね、さくらがデュアライズカブトの武蔵を使っているのでそのような感じになっているのかなと思いますね。はい、そしてさくらギア Z、さくらギアと同一のアニマギアではあるが、もみじさくらの人格は封じ込まれているため感情表現や言葉を発することはないと。まあ、この桜ギアが、操られているんですかね。そして桜ギア Z になっていると、まあ、色違いのような感じがしますね。そして、まあ、目のところにバイザーがついて、まあ、さらに操られている感が出てますね。はい、そしてブラッドステッカーも、稲妻が走ったようなフォビドゥンビーストシステムみたいなね、そんなようなブラッドステッカーになってますね。はい、このような、ここがこのフォビドゥンビーストシステムの柄のような感じがします。はい、ということでね、キャラクターの方を見てきましたが、この最新のねエピソード36、こちらに、このさくらがさくらギアになったというストーリーが書かれてますね。はい、このようなちょっと悲しい感じのね話になってますが、はい、このさくらギアの誕生したエピソードが書かれてますね。はい、ちょっとこれをねいろいろと読んで、それから組み立てに行きたいと思いますが、まあ、今回はこちらのねキャラクターを若干掘り下げてみましたが、まあ、あとはね、まあ、今見たキャラクター紹介にはね結構書かれてなかったことが多くて、まあキャンディースタッフブログの方にねさらに突っ込んだ内容のことが書かれているので、まあ、そちらも見ながら、また組み立てると楽しいんじゃないかと思いますね。はい、ということで今回はこちらアニマギア第6弾のキャラクターについて勉強してみました。まあ、次回からですね、まあ本格的に組み立てレビューをやっていきたいと思いますが、まずはね、まあ1番から2番3番4、5とね、まあ、4、5はまあ一緒にやるかもしれないですけども、まあ、最初はねレオスの方から順番に組み立てとレビューをねやっていきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたね。